今年の干支は辰。展示会では細長い体で全身を鱗に覆われた伝説上の生き物竜と姿や特徴が似ているトカゲの仲間をパネルで紹介しています。トカゲは湿気の多いところに生息していることから、中国では雨をもたらす力があると信じられていたことや、先島諸島に生息するキシノウエトカゲは国内最大の大きさであることなど、トカゲにまつわるさまざまな雑学が学べます。この展示会は今月31日まで沖縄こどもの国で開かれています。